火事だ。大仏殿の近くの人は避難してください。火事です。訓練には市の職員や消防隊員、そして長谷寺の関係者などおよそ20人が参加しました。訓練は今月26日が文化財防火デーにあたることから、市や文化財の関係者、そして消防機関との連携を図り、火災などの災害から文化財を守ることを目的に市教育委員会が行ったものです。文化財防火デーは奈良県にある法隆寺の金堂が炎上したことをきっかけに、国が昭和30年に定めました。全国では毎年この日を中心に文化財防火運動が展開されています。なお、市の訓練で長谷寺大仏殿が選ばれたのは今回が初めてです。この日は大仏殿付近で火災が発生したとの想定で訓練が行われました。1775年に開山した長谷寺は、高さおよそ9メートルの赤田の大仏として知られ、2013年に大仏殿が国の登録有形文化財となりました。大仏殿は1888年に火事で一度すべての建物が焼失しましたが、檀家などの尽力により8年後の1896年までに再建されました。この日、通報を受け到着した消防隊員は、階段下にある防火水槽からホースを伸ばし、消火活動に当たりました。やっぱり火事って突然起こりますからね、できるだけ参加したいと思います。火事になっている寺なので、消火訓練大事だと思いますし、こうやって皆さん来ていただいて、消防署にも来ていただいて訓練できるってありがたいことだなと思います。防火の大事さというか、火の元を管理することの大事さというのを感じました。あらかじめこう頭で考えたイメージではなくて、実際やっぱりやってみることで、いろんな気づきが、あるんだなというふうに実感しました。数十年に一度という寒波の中で今回訓練を行いましたけれども、必ずしもこうやりやすい条件のいい時にこう火事が起きるわけではありませんので、こういうまず厳冬期において火災の時にはどういう問題があるかとか、そういったことを一つ一つ確認していければいいなというふうに考えております。なお、この日は国重要文化財に指定されている八島地域の土岳住宅でも訓練が行われたということです。いいですね。素晴らしいです。